はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、作家でもあり、コメンテーターでもありですね、室井佑月さんがですね、病院内でクラスター、いわゆるですね、その集団感染が起きてしまったですね、永寿病院のですね、記者会見について理不尽な批判を繰り広げました。その結果ですね、それが大炎上してですね、まあ、それからしばらく時間が経ったんですけども、未だにですね、その炎上の火がね、止むことはありません。今回の動画はですね、それの詳細プラス、そしてですね、なぜですね、こういった室井さんのような方をですね、コメンテーターとしてワイドショーは使うのか、その作戦とは、ね、そこにね、隠された背景とは何か、この辺に関してですね、僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。まずですね、室井さんといえばですね、現在、昼帯というですね、番組でですね、いわゆるそのコメンテーターのお仕事をしてるんですね。うん。でですね、まあ、その昼帯内で室井さんがですね、そのコメント、まあ、批判したのが何かっていうと、永寿病院で行った、まあ、集団感染、いわゆるクラスターなんですね。うん。まあ、最近ですね、やはりそのコロナの影響っていうのはさらに伸びてきてですね、完全に第2波が来たともね、言われてますよね。はい。まあ、そういうのもあってですね、やはりその病院関係者の人たちっていうのは、本当にコロナとですね、戦ってる状態なんですよね。うん。どんどんたくさんの人がですね、やってきてですね、その中で、いわゆるですね、その感染者がさらに増え続けてしまうっていうね、可能性もあるわけですから。うん。で、今回はですね、いわゆるその病院内でクラスターが起きてしまったんですね。いわゆる集団感染というのが起きてしまったと。うん。で、そのことについてですね、その、まあ、永寿病院の方がですね、記者会見を開いて謝罪の方をしたんですね。はい。で、その際にですね、いわゆるそのね、ナースの方、まあ、看護師っていうのかな、現在、看護師の方のですね、手記ですね、うん、とかも公開されたんですけど、まあ、なかなかこれが生々しい状況でして、うん、まあ、いわゆるですね、そのね、この看護現場で働いている人たちがですね、いかにですね、そのコロナとですね、危険な状態で戦ってるかってことがですね、すごく生々しくね、この書かれてたんですよね。うん。で、そういう風のがですね、公開された結果、うわ、やっぱお医者さんってすごいんだな、頑張ってるんだなっていう風にみんなが思ってる中、室井さんがですね、それを一刀両断で批判したわけなんですよ。はい。そしたら室井さんのところに逆にですね、批判が飛んできて、まあ、大炎上してるっていう状態なんですね。はい。じゃあまずですね、それの詳細ですね、実際ですね、どのように批判したのかっていうことですね、ちょっとニュースを読んでね、まずはお紹介の方していきたいと思います。はい。ですね。じゃあニュースのね、ちょっと大事なところだけ読みますね。はい。ですね、コメンター家業で忙しい彼女が炎上したのは、2020年7月2日の昼帯、前日コロナ患者のクラスターが発生した大東区の永寿総合病院院長が会見を行い、看護師らの手記も公開したというニュースだ。これについてコメントを求められた彼女は、美談を出してきてすり替えっぽく感じる。こんなコロナの患者を出したことは、まず責められるべき、反省すべきなんだよね、と、のたまう。慌てて別のゲストが反論するも、病院から広がるなんてやめてほしい。もっと注意しなければいけなかった。と、なおも病院叩きに終始したのである。ということですね。はい。でですね、この発言がですね、原因となって、まあ、室井さんは大炎上して、未だにですね、炎上し続けてるって感じなんですね。うん。まあ、この動画を撮ってるのはですね、2020年7月の終わりなんで、もう1ヶ月くらい燃え続けてるって感じなんですよね。はい。まあ、実際問題、室井さんって今までも結構まあ問題発言というのはあれですけども、まあ、なかなかの炎上発言をですね、コメンテーターとしてなされてるのも事実なわけなんですよ。うん。じゃあまずですね、その室井さんのこの意見が正しいか否かっていう話なんですけども、まあ、僕としてはですね、これはね、ちょっとね、言い過ぎだなっていうふうに確かに思いますね。うん。では何かというとですね、美談を出してきて、すり替えをしているとかね、反省すべきだって言ってるかもしれませんけど、いや、そもそも反省してると思うんですよ。うん。実際問題ですね、その会見の様子を見る限りですね、この病院長ですかね、方はですね、めちゃくちゃ反省してるのが伝わってくるんですよね。うん。別に開き直ったりとか、なんとかごまかそうとしているとは、とてもじゃないけど、この会見内容を見る限り思えないんですよね。うん。よほどうがった見方をすればですね、そう見えるかもしれませんけど、まあ普通に考えたらですね、とてもじゃないけど、そう見えないんですよ。うん。そしてですね、やはりこの発言っていうのは何が問題かっていうと、その病院関係者に対するリスペクトが足りないなっていうふうに僕は思うんですよね。うん。というのは何かっていうと、まあ、病院関係者の何がすごいのかってまず話なんですけど、やはりですね、まあ、僕も普段ですね、まあ、仕事してますし、この動画を見てるあなたもですね、何かしらの仕事をしてらっしゃると思うんですよ。うん。でですね、じゃあその仕事って誰のためにやってるんですかってなった時に、まあ、もちろんですね、そのまず自分のために働いてると思うんですね。自分が生活していくため、生きていくために働いてる。そして、もっと言うと家族や子供がいるんだったら、家族やね、そのね、妻や子供をね、生活させていくために働いてると。うん。っていう部分があると思うんですよ。はい。そしてですね、それと同時に誰かのためにもやっぱりなってると思うんですね。うん。仕事っていうのは別に自分が意識してなくても、結果として回り回ってやっぱり誰かのためになってると思うんですよ。うん。まあもちろんそこにですね、大きな使命感を持って僕は誰かのために働いてるんだって思ってる人もいれば、まあ、いやいや自分は別に自分の生活を守るために働いてるだけだよっていう人もいるかもしれませんけど、どっちにしろですよ。結果として誰かのためにはなってるんですよね。うん。まあ、例えばですけど、僕がですね、コンビニでペットボトルのお茶を買ったとしましょう。はい。でもそれは、そもそもそのペットボトルの中にですね、お茶を詰めるという作業を工場でしてくれてる人がいて、それをですね、トラックの運転手さんがそれを運んでくれて、それがコンビニに入っていって、で、それでコンビニの店員さんが僕に売ってくれたからこそですね、僕はそのね、ペットボトルのお茶を買えたわけですよ。うん。つまり誰かが働いてくれたから、ね、僕はペットボトルのお茶が買えたんですよね。うん。もちろんその人たちがですね、僕にですよ、ペットボトルのお茶をね、届けるために一生懸命頑張るんだって、そこまで思ってないにしろ、うん。まあ、思ってるか思ってないかは知りませんけども、思ってなかったとしても、結果としてですね、回り回って僕のためにはなってるわけなんですよ。うん。まあ、このようにですね、仕事っていうのは絶対回り回って誰かのためになってるんですよね。うん。それが仕事ってもんなんですよ。はい。ただですね、やはりその病院関係者の人がですね、現在ですね、その病院でしている仕事っていうのはですね、やはりそれ以上にすごいことだと思うんですよ。うん。というのは何かっていうと、僕らの仕事と何が違うかっていうと、彼らはですね、まず人の命を救ってるんですよね。人の命を救ってる。うん。コロナに感染した人の命を救うために頑張ってる。そしてさらに何がすごいかっていうと、自分の命をかけてるんですよね。うん。はい。当たり前ですけど、その感染者に真正面から向かい合っていくわけですが、自分自身もかかってしまう可能性があるわけですよ。うん。人の命を救うために自分の命をかけて戦ってる仕事をしてる。これってやはりすごい僕は尊いことだと思うんですね。うん。単純にこのリスペクトをすると言いますか。うん。じゃあお前やってみるかとね、言われたら、まあ僕なんて別に医者の免許なんてありませんけども、でももし僕がやってみるよ、じゃあお前やってみたらそんな言うんだったらって言われたら、僕はですね、やっぱりやる自信がないんですよね。うん。やっぱちょっと怖いと言いますか、まあ申し訳ないんですけども、思っちゃうんですよ。うん。だからこそ、それがやっている人たちっていうのは、そういうふうにね、一定のリスペクトを持つべきだと思うんですよね。うん。はい。で、そんな人たちに対してですね、そういう風に反省すべきだとかね、すり替えだ美談にしようとしてるっていうことを言うっていうのは、これはですね、やはりあまりにもって話ですよ。うん。実際問題ですね、こちらの病院側はですね、きちんとクラスターに関してはですね、いろいろ対策はしてたんですよね。うん。別に要は対策がね、もうほんとおろそかになっていてやってしまったとかじゃなくて、まあ、ちゃんとやってたんですけども、ちょっと結果としてなってしまったと。うん。まあ、もちろん結果論だけ見るんだったらね、責められてもしょうがないっていう風に思うかもしれませんけど、先ほども言ったように、自分の命をかけて人のね、命を救ってる人たちに対して、それをですね、EU っていうのはなかなか難しいと言いますか、できないことなんじゃないかなと思うんですよ。だからこそそれをしてしまった室井さんはですね、大炎上してると僕は思うんですよね。はい。そしてですね、じゃあ室井さんをですね、なぜこういう風にですね、今回の件もそうですけど、以前からそういっていろんな発言をしてですね、炎上してる室井さんを使ってるかっていうと、これはですね、このテレビ局側からすると、めちゃくちゃですね、ありがたい存在なんですよね。はい。今日は何かっていうと、テレビ局側がコメンテーターに求めるポイントは2つあります。1つは何かというと、自分たちが思う意図したですね、コメントをしてくれること。二つ目は何かっていうと、問題発言をして炎上してくれること。ここなんですね。はい。まず一つ目に関して言うと、基本的にテレビっていうのはですね、今日はこの人を叩きますよ。今日はこれに関してこういう方に報道してきますよっていうですね、まあ言ってみたらこう指針が決まってるんですね。指針がしっかりあるんですよ。こうやってやってきますよと。うん。で、それにのっとって、その人を叩くような番組の作りにしたりとか、そういう風にですね、大体決まってるんですよね。はい。で、そうなった時に、そのコメンテーターの人たちっていうのは、それに乗っかって、そうだそうだ、その通りだ、これはああだっていう風に言ってくれるっていう、そういったですね、存在がありがたかったりするんですよね。うん。はい。で、言ってみたらですね、その中の一員となってくれると言いますか、その中の一員となって一緒になってそれを叩いてくれる人が欲しかったりするわけなんですよ。うん。そこにですね、変に反論する人だったりとか、ね、いやいや、それはおかしいと思いますよとか、いや、このテレビの報道はおかしいとか、そんなこと言う人ってテレビ側にとってはね、不必要なんですよね。うん。そんなことするよりも、そうだそうだ、その通りだ、私もそう思ってたんだっていう風に一緒になって叩いてくれる人、これがありがたい存在なわけなんですよ。うん。これがまず一つ目です。で、二つ目は何かっていうと、室井さんみたいにですね、突飛な発言をして炎上してくれることですよね。そうすることによって結果として、あれ、室井さんっていうのは今後何を言うんだろうか、ちょっと見てやろうみたいな感じで、よりですね、この昼帯という番組の視聴率に繋がったりとか、話題に繋がったりするわけなんですよ。うん。だから、いわゆるその炎上商法みたいなところに近いところがありますよね。はい。室井さんが燃えてくれれば燃えてくれるほど、まあ、むしろ昼帯としてはですね、知名度も上がるし、ありがたいってはもんなんですよね。うん。視聴率が上がるほどに繋がりますから、室井さんムカつくな、なんだよこいつ、今度見てやろう、どんなこと言うんだこの野郎、と思って人が見たとしても、結果として視聴率は上がるわけですからね。うん。だからこそですね、この2パターンの人っていうのは、その報道番組やってみたらワイドショーに関してはめちゃくちゃありがたいコメンテーターなんですよね。はい。ってなった時に、その室井さんがね、なぜですね、今回もそうですけど、いろいろとね、問題発言と言いますか、炎上発言を繰り広げれても、そう、コメンテーター役がですね、まあね、奪い取られないと言いますか、ずっとつらい続けるのか、それは何かというと、その番組のためになってくれるから、まあ、ためになるというか、視聴率のためになってくれるってことですね。はい。室井さんが問題発言をして炎上してくれば炎上してくるほど、むしろ昼帯としてはラッキーだぞと。はい。いう部分があるからってことなんですね。はい。まあそういう感じでですね、今後もですね、室井さんはですね、テレビで使い続けられるのではないかって僕は思いますね。まあ今後ですね、もっといろいろね、多分やらかすと言いますか、発言はすると思うんですけども、でも結果として、昼帯としては、まあまあ美味しいなじゃないですけど、ね、室井さんはその調子でいろいろ楽しみますよ、的なね、うん、っていうふうに思ってるんじゃないかっていうふうにですね、僕は思っております。はい。というわけでね、今日はこの辺でおります。このシーンちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。あとコメントあったらお願いします。どうもありがとうございました。